クラネット TV 毎月、第1月曜日は、クラックが担当してます。今日はですね、先々週スイスのジュネーブで行われました国連人種差別撤廃委員会による対日審査の結果について、現地で参加されました参議院議員の有田芳生さん、それから、乗り越えネット共同代表でもある、東京造形大学の教授、前田明さんに、詳しくご報告をしていただきます。番組ではいつも通りご意見をツイッターで募集してます。今日はクラックの回なので、例によってニコ生のコメントは一切見ませんのでニコ生にコメントを書いても無駄です。何も伝わりません。ツイッターに書いてください。ハッシュタグは、シャープ乗り越えネット、NORKOENET、または、ひらがなで乗り越えネットローマ字 TV、シャープ乗り越えネット TV のどちらかで、意見を受け付けてます。ちょっとリアルタイムでは見てないんですけど、スタッフの人が後でメモで見せてくれることになってますので、そちらの方によろしくお願いします。有田さん、前田さん、今日はどうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、まずその先週の乗り越えネット TV で安田浩一さんと乗り越えネットの、ソサファンさんが、少しちょっとだけ、ご報告されてましたけども、国連人種差別撤廃委員会による対日審査が8月の20日21日にスイスのジュネーブで行われました。在日韓国人、朝鮮人らを対象にしたヘイトスピーチに関連して日本政府に対する韓国の、最終見解が、いよいよ、先週発表になりましたと、いうことを受けまして、今日はその韓国、国連からの勧告ですね、日本政府に対して、こうしなさい、こういうふうにした方が良い、あるいは、もっと強い口調だったんですかね、今回は。このように対応、ヘイトスピーチに対処すべきであるというようなことが出されてますので、その内容を、今日は解説してもらいます。まずですね、その国連 その人種差別撤廃委員会っていうのは、何なのかというところを、ちょっと前田さんにご説明いただいてもいいですか。はい。人種差別撤廃条約という条約が、国連総会で1965年に採択されました。その条約に基づいて作られた委員会で、批准した国が報告書を提出し、委員会がその報告書を審査し、その結果として勧告を出すという組織です。国連とは違うという人もいますが、国連総会の条約に基づいて作られて、事務局は国連人権高等弁務官事務所が担っています。ですから国連のホームページにも、国連機関と明記されている組織ということになります。なんかね、最近ネット右翼の人たちが国連ではないとか言い出してるあ、それは国連憲章に基づいた機関ではない。国連っていうのはいろんな組織に国連憲章に基づいた機関が5つあって、その条約、各、条約に基づいた機関というのが10あるんですよね。はい、でどっちも国連の正式な組織ですよね。何を国連の機関と呼ぶかの違いですね。はい、ただ国連のウェブサイトに国連機関と明記されてますので、はいはい、だから撤廃委員会の厳しい日本への勧告が出た途端にネット上でこれは国連とは全然関係ないんだみたいなことを書いてすごい人がいてですね、あ、そうだそうだというようなことがまたデマがね広がってるんで、今までね、そういう話はさすがに出なかった。いや、それ困ったことになりますよ。だって日本は強制失踪条約に入ってますから、強制失踪条約の委員会に日本は一生懸命アピールしてるわけです、いわゆる拉致問題。それで勧告が出たときにどうするんですかあれは国連の機関じゃないって言うんですかですよね。強制失踪委員会という、ちょっと字がちっちゃいですけど、その条約に基づく人権機関というのが10個ありまして、自由権委員会、社会権委員会、それから人種差別撤廃委員会、サードですね、女性差別撤廃委員会、拷問禁止委員会、拷問予防小委員会、子どもの権利委員会、移住労働者委員会、障害者権利委員会、強制失踪委員会。この強制失踪委員会というのがその国家による拉致とかそういうところを扱う
期間ですね。そうそう、だからこの間もあの拉致問題について国連の機関から日本に直接調査に来られて、うん、でものすごい何百ページ300ページ以上だったかな報告書が出て、まあ、それをもとに日本が国際的に、まあ、北朝鮮に対してもですね拉致問題解決せよと言ってるんだから、まあ、ネット右翼の人たちが俺は国連と関係ないって言うんだったらもう自らあの拉致問題に取り組む足元を切り崩してますよね、はい、国連です。人種差別撤廃委員会は国連です。ここ覚えておいてくださいね。はい。で、そのジュネーブに、まあ、その国連の、あの本部があるわけですけど、欧州本部です。はい。国連欧州本部。欧州本部があるわけですけど、はい、今回、その、ここに、あの、行かれて、どんな感じのところだったんですかね。それは前田さんがもうしょっちゅう行ってらっしゃるから。しょっちゅう。私は20年間通ってますけど、はい、まあ、ジュネーブはとても小さな町ですけど国連の機関がたくさんあるわけですね。国連欧州本部とか、世界保健機関とか国際労働機関とかあるいは世界貿易機関、その中の一つが、国連人権高等弁務官事務所、今写ってる写真の建物です。この中で、人種差別撤廃委員会とか拷問禁止委員会が開かれるわけです。でこの建物の一番左のブロックの1階、ちょっと大きめの窓がありますが、その中が会議室です。ここですね。はい、そこで人種差別、その中で人種差別撤廃委員会が開かれています。はい、でこの、うん、裏側がレマン湖、そうそうそう、でとても素晴らしい景色の場所です。湖がね、有田さんも散歩されてましたよね、はい、今回レマン湖、安田浩一さんと短い時間でしたけども散歩しました。なんか防御してたんですか。日本にいる時と一緒じゃないですか。いや日本で会ってるよりも新鮮味がないじゃないですか、安田さんと2人で ね、まあ、そうですね。レマン湖のホテル、せっかくのレマン湖のホテル、安田さんと2人で歩いた。そうそう、朝2人でフランスパン食べて。わかりました。あの、有田さんは今回、ぶっちゃけてどういう目的で行かれたことになるんですかね。具体的に言うと今年の初めだったと思うんですけども、はい、前田さんなどとこのヘイトスピーチの問題で、まあ、会議があった後、まあ、食事をみんなでしていた時に、まあ、あの8月に人種差別撤廃委員会の日本審査があるんで、いらしたらどうですかという話が何人かから出て、まあ、その場でじゃあ行きましょうということを決めて、はい、とにかくあの現場に行かないと、はい、まあ、感覚がわからない、はい、だから国際人権基準といっても、まあ、日本とこう世界はどう違うのかっていうのを、まあ、それはあの実感として、まあ、感じなければいけないということで、うん、まあ、2月に決めて、まあ、迷うことなく伺うことにしました。はい、あのなんか向こうでその発言する機会とかもあったんですよね。そうですね、あれ NGO の方々が人種差別撤廃委員会の日本審査が行われる直前に約1時間あの非公式なんですけれども、はい、まあ、説明会ブリーフィングを行う機会がありまして、ね、はい、まあ、そこであの非公式にまたちゃんとした、はい、ちゃんとしたっていうのはあの公式に近いんですよね、はい、あの公開されて公式公開で、でも非公式ミーティングっていうミーティングと、それから非公開の非公式ミーティングと2つあって、これ映ってるのは非公開の非公式ミーティングです。ただ18人の委員のうち12人の委員が、ね、ここに参加して我々の主張を聞いてくれた。この時有田さんはどういうことを話しながら、あのこれ僕はあのスピーチをする前にここにあのなんていうのかな、あの映像を流すなんていうんでしょうか、これあの、まあ、これ幕ですかね、スクリーンですね、はい、でここにあの約5分間日本でヘイトスピーチっていうのはどんなことが行われているのかっていうことを新大久保の様子から、あるいは大阪の鶴橋の様子から、あるいは札幌などなど本当にひどい、その内容が、まあ、英語に訳されて、まあ、それで報じられたんですよ。で、このこちらの方にずっと12人の委員の方がいらして、まあ、じっと見入ってましたよね。で、それを受けて、約3分ぐらいでしたかね、日本ではこういうことが行われてるんだと、で国会ではこういう対応をしている、で警察はそれに対して何も、きちんと取り組もうとしていない、でむしろ差別主義者たちを守ってるんだというようなことを伝えました。あの京都の朝鮮学校の襲撃ビデオというのはこれまでも何回か上映されてますよね。2010年の時に、はい、2009年12月に事件が起きましたので、もうすぐ、2ヶ月ちょっと後に
同じ場所です。ここで、はい、上映してます。今回その京都の事件の映像も入ってたんですよね。京都から始まって、うん、大阪、鶴橋、はい、新大久保、札幌など、それこそあの14歳の少女が南京大虐殺やるぞというようなこともあのリアルに映されましたね。前回その京都の朝鮮学校の襲撃事件がそのヘイトクライムの実例としてこうそのそれにスポットを当てる形で、上映されたんですけど、今回は要するにその街頭デモも含めて、広範囲にこういうことが起きているっていうようなそういう変化っていうふうに考えていいんですかね。そうですね。わかりました。ではですね、その人種差別撤廃委員会、その本これはブリーフィング前日ですよね。当日です。当日のブリ、はい、当日の午前ですか。うん、これが午後1時半から2時半、はい、2時50分ぐらいまで続きましたかね。で、3時から1日目2日目の1日目ですね。1日目の3時から会議が始まる、はい、その直前にこれを10分前にこれが終わりました。あ、分かりました。はい、で、本会議がその後始まると。そうです。はい、その様子は、これですね。はい、こういうところ で、ね、この、この窓がさっきの窓の向こうがレマンコ安田さんと一緒に歩かれたそうですね。はい、ここではどういうあのどういう状況で誰がどういう話をしてるんですかね。正面の窓の手前に横並びで並んでるところが議長と事務局とそれから日本政府の代表団です。日本政府からは、国連大使の方と人権人道課長の方があそこに座ってます。その手前にずらっと並んでるところに、委員が18人いるわけです。はい、で一番手前後ろ姿が若干映ってます。で私が立ってる場所写真カメラ映してる人間が立ってる場所は、取材陣や NGO が傍聴してる席になります。はい、で、まあ、委員たちと日本政府代表とのやり取りが行われる。そういう場所です。委員の方々はここら辺と向こう側ですよね。はい、で、はい、ここが日本政府の代表団ですね。その日本政府の代表がこう委員にいろいろこれは詰められてる状態ということですか。なんか質問されてる。まあ、あのよく使う言葉は建設的対話という言葉を使うんですけども、はい、まあ、まず日本政府が報告書出してますから、それについてプレゼンテーションするわけです。これは大使がやられます。でその後、担当の委員、まあ、今回はケマルさんという委員が、はい、日本政府報告書について全体的なコメントを、まあ、1時間ぐらいやるわけです。はい、でその後各委員がそれぞれ、ご自分の関心のあるところに従って次々と質問をする。これが1日目です。日本政府だけじゃなくてその市民団体とか NGO とかもこう何かレポートを出してますよね。在特会ですら出してる。そうです。事前にいくつかの NGO がレポートを出していて、まあ、日本弁護士連合会も出してますけども、それ以外にたくさんの NGO はみんなで NGO ネットワークというのを作って一本化して報告書を出してます。はいはい、それも合わせて審査されるという、まあ、参考にされるということですね。そうです、参考資料ですね。こういう報告が来てるけどどうなってるんですかみたいな感じで日本政府の方に、そうです、問い合わせ。現場での対話は委員と日本政府のやり取りで、うん、私たちは聞いてるだけ。なるほど、オブザーバーということになるんですか。まあ、公開の席ですから傍聴人ですね。傍聴人ですね。はい、有田さんも傍聴人ということになるんですね。はい、これが、2日間にわたって行われると。はい、3時間3時間の6時間でしたね。はい、でその結果として、国連 の、 その人種差別撤廃委員会の方から、日本政府に対して勧告、あるいはその報告に対して我々はこう思いますという見解ですね。はい、そういうものをが出されると。それが先週30日でしたか。まあ、29日の夜中ですかね。はい、出ました。まあ、新聞なんかでも報道されてますけど、これさっき夜中じゃない9時だね。はい、クラックのツイッターに、これの日本語訳のリンクを載せときましたんで、乗り越えネットの方あれだ RT しておいていただいていいですか。人種差別撤廃委員会による最終見解ちょっと読み上げます。まあ、これ
人種差別撤廃委員会って別にそのヘイトスピーチのことだけやってるわけじゃなくて、あの今回ね沖縄の糸数さんとかアイヌとかね、はい、アイヌの方とか、まあ、いろんなあの問題、そのレーシャルディスクリミネーションに関するいろんな問題についていろいろ、報告がなされて、それに対して総合的に見解が出ます。だからヘイトスピーチに関する問題っていうのは、今回そのうちの一部そうです、全体で35あって、はい、そのうちの1つですね、はい、この11番目ということですね、はい、ちょっと読み上げます。まずこれ、最終見解、委員会は締約国において右翼活動者あるいは外国人およびマイノリティ、特に韓国人に対して人種差別的デモや集会を行う集団によるヘイトスピーチ、市民扇動や、緊迫性高い脅しを含むが広がりを見せているという複数の報告に懸念を抱いている。委員会はまた公人や政治家によるヘイトスピーチに相当あるいは憎悪を扇動するような発言についての報告についても憂慮しており、さらに、集会の場あるいはインターネットを含むメディアにおけるヘイトスピーチと人種差別的脅しおよび憎悪の伝播についても懸念している。さらに言えば、そのような事象の発生において締約国によって適切な調査や追及が必ずしも行われていないことを懸念しているというふうになっています。一般的勧告35、人種主義的ヘイトスピーチと戦うに照らしても、委員会は人種差別的ヘイトスピーチの監視及び撲滅の方策が抗議の意思の表明権を取り上げる口実となってはならないと認識している。しかしながら委員会としては、人種差別的ヘイトスピーチや憎悪犯罪からの保護を必要とする社会的弱者グループの権利を擁護する重要性を締約国にリマインドする。しかるに委員会は締約国がいかに挙げられる面について適切な方策を取ることを勧告する。この以下の ABCDE という箇条書きになっているんですけど、ここは、実際の約文ではもう少し詳しく長くなっています。ちょっと収まるように、省略しているんですけども、まず A、人種主義的暴力と憎悪に断固として取り組むこと、B、メディアにおけるヘイトスピーチに対応すること、それ C、民間の個人や団体を調査し、必要ならば訴追すること、D、公人及び政治家に対する制裁を検討すること、E、ヘイトスピーチの根本的原因をなくす教育や文化、情報を強化すること、というふうな5項目が箇条書きで挙げられています。この勧告について、前田さん の、 その評価というかこれまでの違いというか、まあ、今回ねその非常に大きく報道されているので、その初めて在特会みたいなのがひどいことをやってるから初めて国連から勧告を受けたのだというふうな理解をしている人がいるかもしれないんですけど、全然初めてじゃないんですね。これは過去にも、何回か同じような勧告を受けてます。そのあたり の、 その違いというのはどういう感じですかね。はい、まあ、日本政府はこの条約を1995年に批准しましたので、1回目の審査が2001年に行われています。でその時にもすでに、まあ、条約における、差別の扇動の禁止をなんとか、守るようにということは言われてますが、その2001年の時の最大のテーマはその前の年にあった、石原慎太郎当時東京都知事の、まあ、いわゆる三国人発言、もう忘れてる方も多いかもしれませんが、この発言が、まあ、公人公の人の差別発言であるということで、まあ、大きく取り上げられた時です。ですからヘイトスピーチという言葉は当時委員会も使ってないんですが、公人による人種差別発言にきちんと対処しなさいというのが2001年でした。で2度目が2010年でしたけども、この時は今回のと比べるともう3分の2ぐらいは出揃ってますね。条約にきちんと対応できていないこと、あるいは日本政府が4条の AB、まあ、ヘイトスピーチの部分について留保していて適用しないという態度を取っていることについてそれを改めること、それから人種差別禁止法を作りなさいとか、それからヘイトスピーチという言葉は直接使ってないんですけども、在日コリアンや、ブラックの人たちへの、差別発言、特にインターネットにおけるブラック差別、そういうものに、きちんと対処しなさいというのが出ていました。で今回はストレートにヘイトスピーチ、ヘイトクライムが、まあ、言葉として使われるだけじゃなくて、そういう現象が現に日本で多発してるじゃないかということまで、言われたということになります。
それともう一つ、委員の多くの方々がビデオを見て、びっくりしたという発言があったんですけども、その時に何人かの方々が、あの映像を見てると差別主義者を警察が守ってるじゃないかと、寄り添ってるというような評価がありましてね、それもこの勧告に取り入れられた大事な一つですよね、ですからここのところの差別的ヘイトスピーチの監視及び撲滅の方策が抗議の意思の表明権を取り上げる口実となってはならないと、だからここも一つ大事なポイントだと思います、ね、ちょっと分かりにくいですけど、抗議の意思となってます、要するにカウンター勢力の妨害をするなという意味です、はい、今回中継でね見てた人がたくさんいて、やっぱりケマルさんとか、もう一人、なんていうかな、ラテン名の方がいます、バスケスさん、バスケスさん、はい、そのカウンター行動について、これは警察がこれを抑えようとするのはちょっとおかしいんではないかみたいなことをかなり言ってたような感じですよね、はい、そうです、前田さんはその点についてどういうふうにお考えですか。まあ我々も訴えようと思ってたんですけど、そこまで我々 NGO としてストレートにアピールしたわけではないんですが、映像を見てもらうと、すぐに分かってくれて、もう次々とその非公式の時にも次々と言われてましたし、本会議でも改めて日本政府にそういうふうに見えるけれどもどうですかと、で日本政府の方はいやそういうことはないと、ちゃんと中立にやってますって、その中立ってのがおかしいんですけども、そもそもヘイトスピーチに中立に対応してるってこと自体がナンセンスなんですが、ただ日本政府としてはいや中立公正にやってますと言うんですが、委員からは、繰り返し、どうもそうは見えないよというふうに指摘されたということです。例えばユン委員は差別主義者に警察が付き添っているように見えると、でその後にですね、こんなことがあればほとんどの国では逮捕されて連行されて収監されるんだと、それがもう当たり前だっていうような、向こうのそれが一般的な感覚なんでしょうね、結局のところその警察の言い分というのは法律がないからどうしようもないんだみたいな、ところに終始してますよね。それで、警察対応というか、例えばその2001年、2010年、2014年と、3回の勧告を受けて、その間の変化として、多分2001年には、在特会行動する保守のような、街頭での行動、ヘイトっていうのがまずなかったですよね。で2007年ぐらいに在特会が現れて、その他いろいろ在特会以外にも似たような団体が街頭デモを繰り広げて、そこでヘイトスピーチ、場合によってはヘイトクライムに相当するようなことをやるようになったと。で2010年の、韓国というのはその京都の朝鮮学校でももう本当にモロのヘイトクライムが起きた直後に行われたものですけども、さらにそこから、時代が過ぎて、まずそのヘイトデモは拡大し一方でそれに対抗する街頭勢力みたいなものも出てきたと、こういうふうな変化があり、その韓国の方もそれに従ってこうやっぱり厳しくなったなというような評価でいいんですかね。そうですね、韓国の文字面だけ見ると厳しい表現ということではないんですけど、繰り返し繰り返し指摘がなされている、その意味ではちゃんと読んでいけば、随分厳しいなというふうに見える、読んでいいだろうと思います、はい、このさっきの、5つの箇条書きの部分についてちょっと、一つ一つ具体的なことを解説していただいてもいいですか。あ、前田さん、私がします、はい、解説といってもなんですが、A は、ヘイトに対処する、あるいは暴力ですね、人種主義的な暴力に対処するということですから、出発点ということになりますが、日本政府の側から言うと、いやそういうのは深刻な事件は起きてませんと未だに言ってますので、それずっとその日本政府の対応というのはそういうものずっと変わってないんですよね、そうです、前回も今回も我が国には深刻な人差別はございませんと、したがって禁止する法律も必要ございませんと、今回も、そういうふうに主張してたわけですが、改めていやそうじゃない、現に起きてるのだから、断固として取り組みなさいと、これが A ということになります。2001年ぐらいだとまだそういうことを言ってても、その一般的にもそんなにね、スルーされてたような気もするんですけど、
今その日本にその深刻な、人種差別はないっていうのはさすがにちょっと通じないっていうか、いや、要するに調査しないからないわけですよ。で、前回も調査しなさいと言われたときに調査しませんとつらっと答えたわけです。調査しないんですね。そうです、調査しないんですからないんです。2回とも調査されしなさいって言われたんですからね。なんで調査しないんですかね。いや、調査したらあることになると困るからですだから2010年の1月の日本政府の報告書を見たって、まあ、その時点ではもう京都朝鮮学校の襲撃事件から、水平社襲撃事件から、あるいは徳島県教祖襲撃事件まであるわけですよね。もう裁判だってもう明らかになっている時ですから、まあ、それを見てないっていう、現実を見ないっていうのが、まあ今の日本政府の現実であって、まあ、去年参議院の法務委員会でも何度も何度も質問しましたけれども、まあ、これを差別と言わないのかということを外務省の担当者に聞いても、そこは逃げるんですよね。だから一番現実を見ないだけど、もう公式として自分たちが言ってるものを守るしかないって。今回の日本地図だってそういうことでしたよね、日本政府の対応は。やっぱりその外務省の役人というのはそういう公式見解から外れたことは言えないからとか、そういうことなんですか。そういうことでしょうね。だから、まあ、ただ報告書の該当部分は法務省や警察庁の方で作ってるわけですから、まあ、現場では外務省ですけども、その場に警察庁や法務省の、担当職員も来てるわけです。あ、なるほど。ただ、まあ、彼らもやはり同じ姿勢ですね。すでに決めたこと以外のことは言わない。ですから一つ説明をして、それは違うんじゃないかと質問されたときに、また前と同じのを読むんですね。2度3度で、なんで同じことを読むんだって言われてもそれしかない。それはやっぱりまあ官僚組織だから、ある意味そうなってしまう。まあ、その例えばヘイトスピーチという言葉に関して言えば、その前田さんなんかも昔からね、そのヘイトクライムっていう本を、この本の、初版が出たのが2010年ですよね。もうそのことに関してその積極的にその発言をされて出版されてき、た方ですけども、ヘイトスピーチって言葉自体やっぱり2012年の段階ではほとんどそのマスコミにも登場してないし、なんか一般にやっぱり認知されてないというか、この間の自民党のプロジェクトチームのね、高市さんの発言でもやっぱりその政治家の公人のレベルでもう全く全然一切意味が分かってないっていう、まあ非常にお寒い状況なわけですよね。で、まあそれがその2013年に、まあいろんなそのカウンター行動であるとか、いろんなそのまあ有田さんの動きであるとか、いろんな人たちの動きによって少なくとも認知され、まあ遅すぎるんですけど、在特会がやってることっていうのはもう2010年9年からあんまり変わってないので、そこにあったっていうことはほとんど変わりがないわけですよね。まあ、むしろ昔の方がちょっとひどいことやってると、いうような状況で、まずその日本社会そのものが、ヘイトスピーチを認知したのが昨年2013年っていう、大まかに言ってそういう状況だと思うんですね。だから今まで、いやそういうものはありませんっていうふうにその政府が言ってきて、まあ、それで済んでたのが、今度はもうなんかそれで済まなくなってるような感じがします。そのあたりどうですか。その報道なんかも多いですよね。まあ、それなりにヘイトスピーチについて正当な理解で報道してますけども、でもやはりまだ中身は社会的に十分認知されてないと思います。それはまあ憲法学者とか評論家のコメントを見てもですね、汚い言葉だけども表現の自由があるからという言い方をするんですね。でヘイトスピーチは汚い言葉ではないわけです。まあ、汚い言葉であるんですが、単に汚い言葉ではない、その本質の部分を見落としているコメントがまだまだ多いですから、まあ日本政府だけじゃなくて、まあ、日本社会全体に十分認知されてない面がまだ残ってるだろうと。そうですね。まあ汚い言葉とか暴力的な言葉のことをヘイトスピーチと思ってる人っていうのは、まあ、一般の人たちには当然多いでしょうし、いわゆるその識者と呼ばれるような知識人であるとか、そういう人たちもそういうことを言う。でまたテレビとかでそういうことを結構言っちゃうじゃないですか、はい、コメントを求められる非常にこう、まずこの A の人種主義的暴力と憎悪に断固として取り組むことっていうことを、このを具体的にやっぱり今必要とされてるっていうのはそういうことなんだと思うんですよね。そうですね。ですからこれ、まあ、単に法律作るだけではなくて、
ヨーロッパであれば真っ先にその国の、元首なり影響力のある政治家がこれは問題であるという発言をするわけですね。それちょうど今年スイスであったんですが、スイスでもやはりレイシズムが広がっていて、その、極右勢力のあるレイシストが、かなり有名人なんですけども、この人が、最近の外国人特にイスラム系の人々の増加に対してスイスの伝統が失われるという形で差別発言したんです。直ちにスイスの大臣が我が国の伝統は寛容で外国人を受け入れることであるうん言うんですね。それが伝統だ、伝統でなきゃいけない。そういうふうに、それこそ野間さんたちが一生懸命カウンターやってますけども、そういう影響力のある政治家その他の人々が先にカウンターをしなければいけない、それもこの A の中に入っていると思うんですね。やっぱさ、その断固として取り組むことみたいな、例えば国会議員であるとか、そういう人たちにとってはやっぱ足りないっていうような感じがしますか、まあ、去年の3月にヘイトスピーチの問題国会内集会初めてやりましたけれども、その時も来てくれる国会議員は少なかった。でさらにその後5月でしたかの NGO の方々が衆議院参議院全国会議員700人超える人たちに対して、ヘイトスピーチについてアンケートを取ったら回答が来たのたった46人ですよ、これが去年の現実ですよね。だけどだんだんやはり社会的な問題になっていく中で、関心は広がったと思うんだけれども、ただ人間の認識の問題としてやはり活字でヘイトスピーチってことを見る、でこれは何だろうかと思う。だけどヘイトスピーチってもう今の報道もそうだけど造語表現でしょ、憎しみの表現だから悪口言うのがヘイトスピーチかと思うような認識があるけど、だけど本質的には差別の扇動じゃないですか。だからそういうことを知った上でですね、現場に来た人がどれだけいるかっていうと未だですね、やはり国会議員の中でも数えるほどだと思うんですよ。やはり活字でヘイトスピーチっていうのを読んだってそれは分からない、伝わらない。そして現場に行ったって、非常に一番分かるんだけど、ビデオを見たってこれやっぱり間接的なんですよね。現場のおぞましさっていうことを感じること、でそれを受けた人たちが差別されてる人たちがどれだけ傷ついてるかっていうことを自分たちで知ってこそですね、これはもうどうしても許すことができないっていう認識に発展していくと思うんだけども、国会議員のレベルでもそこまでまだ残念ながら行ってないから、これからヘイトスピーチ規制しようっていうような議論を始めた人たちでさえ悪口はダメだよねっていうような水準だから、これでどんな法律作っていくのかっていうのは、やりますけれども、まだまだ自民党を含めた全政党で、一つのものを形作るっていうのは、一山二山あるかなというふうに思ってるんですけどね。その今有田さんが、おっしゃった現場っていうのはその街頭デモの、欧米基準でいうとヘイトクライムの現場と言ってもいいかもしれないと思うんですけども、そういうものですよね。それで、一方でこの B にあるメディアにおけるヘイトスピーチの問題、に対応せよということを、このあたりは前田さんどういうふうにお考えですか。メディアとなってますけども、委員会が主として質問したり、勧告に出しているのはインターネットを中心としたメディアという問題関心だと思います。もちろんマスメディアもあるんですが、現状で言えば日本のマスメディアはそれなりに、ヘイトスピーチは問題だよねということで、報道するようになってますので、そういう中でやはりこれが溢れているのは、インターネットと呼ばれる世界なので、これ原文にもインターネットって言われて、僕ちょっと省略するときに失敗してますけど、要するにインターネット上のヘイトスピーチをどうにかしろよと。そうですね、これやっぱり A と B の違いは、 B の場合にはやっぱりインターネットという表現手段における特殊な問題が起きますので、表現の自由の絡みもそうですけれども、とりわけそのプロバイダーの責任とかいろんな問題があるので、結構世界中各国とも路上におけるヘイトは厳しくできても、インターネット上は取り締まりができない事実上、その問題があるので分けて書かれてくることになります。それは割とその世界の他の国でもそういうふうな認識で、そうです、委員会が各国に出している、勧告の中に大抵この A と B は分けて書かれています。やはりどの国でもインターネットについては苦労してるんですね。例えば、北欧諸国はヘイトスピーチに厳しくやりますけども、ただやっぱりできないわけです。
例えばフィンランド政府が答弁するときに、いや一生懸命やってるんだけども、ヘイトスピーチはアメリカから来るんだって、うん、そうするとフィンランドの刑法じゃ対処できないわけです、うん、でそういうのがたくさんあるので、次々と委員会がいろんな方策を考えて対処しなさいという勧告を出すことになります。なるほど。まあ在特会なんていうのは、そのいわば街頭でひどいことをわめき立てるということで、それはカウンターであったり、いろいろその社会的な批判とかで実際にその縮小させ削っていくことができるわけじゃないですか。でまあだいぶ削れたなっていう実感もあるし、もうねデモやってもあんまり人も来ないし、まあ早かれ遅かれ早かれもう潰れていくんだなっていう感じはみんな持ってると思うんですけど、ネット上のヘイトっていうのはやっぱりなかなかこれ対処が大変というか、こっちがやっぱり本体のような気がしますよね。やっぱりその在特会もそこネットから生まれてるし、これが野放しになってることがやっぱりその憎悪を扇動、まあ、なんていうかエコーチェンバー効果っていうんですか、そういう形で共鳴し合ってどんどん憎悪が増幅していくみたいな、そんな状況をこれは何とかしないといけないかなという感じしますよね、うん、だからそこについて日本政府の説明がですね、もう我々聞いててびっくりしたんだけども、まあ、差別的行為は不法行為であると、まあ、一応言うわけですよ。でそれは民法上損害賠償責任があるんだっていうんですよ。じゃあちゃんと警察検察が何かやってるかというとやってないわけでしょ、うん、でまた個人が無理してあるいは団体が無理して訴えれば、まあ、いろんな裁判にはなりうるんだけれども、まあ、こんな一般論で終えてしまって、日本政府はさらにネットのことで言えばですね、プロバイダー責任制限法があるんだと、うん、こういうわけで、だけど何やってんですかって話じゃないですか。今だってネット上だってツイッター上だってもう差別のもう嵐じゃないですか。そうですね、まあよく言われてるというか、まあ、クラックがなぜニコ生のコメントを見ないかとかですね、そういうようなことも関係してくるんですけど、ドワンゴなんかはやっぱり規約で差別は禁止っていうふうにちゃんと歌ってますよね。でそれぞれのプロバイダーなりこういうサービスを提供している人たちはそういうふうになってるけど、実質やっぱりその適用しないと、適用しなくて もう誰にも怒られませんから、それで結局野放しになってるんだなというようなことがあって、例えばそれでね、その法規制をすればいいんじゃないかとかいろんな話が出てきたときに、これが法律ができたからといってすぐにそういうふうに運用されるわけではないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりね、やっぱりそのこれはヘイトスピーチだからダメなんだよっていう社会的なその合意っていうか認識が先にないとダメなような気がしますけど、どうですかね。各国政府の報告書を見るとですね、まあ組織はいろいろです、まあ、国内人権委員会であったり、あるいは、日本的に言うと文科省であったり、そういう、まあ、組織の中で、例えばインターネットにおける人種差別についての青少年に対する啓蒙プロジェクトとか、そういうのを作って国内でやってますと、そういうのが各国政府の報告書には、まあ、全てじゃないですけどかなり多く出てきます。インターネット、それから若者っていうのはこの世界ではキーワードになるぐらいここもやってるんですね。でその意味では日本でも、まあ、何も処罰だけではなくて教育のところとも絡めて、インターネット教育の中に、こういう問題をどう取り入れていくか、それを今後検討しなきゃいけないだろうと思います。はい、それから C ですね、民間の、個人や団体を、調査し、必要ならば訴追すること。調査というのはインベスティゲートですね。捜査ですね、はい、捜査ですね、はいはい、これは桜井を捕まえろよということですかね。そうですね。まあ4条の AB ですから、条約の4条 AB で、まあ、個人および団体、それから団体加盟、それからその団体に資金援助、これは全て犯罪にせよとなってるわけです、はい、ただ、まあ、日本政府は4条の AB を適用してないので日本ではまかり通ってますけど、これをちゃんとしなさいというのが委員会の、はい、これがやっぱりその一番そのなんていうか、その人種差別撤廃条約に加入していながらその4条を留保しているっていうところがやっぱりいろいろその問題の根本というか、
いろんな問題がそのままスルーされていく原因になっていると思うんですけど、はい、そもそもなぜ4条を留保しているんですかね、日本は。日本政府の見解は、最大のポイントは、憲法21条の表現の自由、うん、これとの関係で、まあ、悪質なヘイトスピーチを規制する、それはある種わかるけれども、それをやってしまうと表現の自由に萎縮効果を、まあ、もたらしかねない、うん、だから、表現の自由が、制限される恐れを考えて、この4条 AB を留保してるんだという言い方をしてます、うん、からもう一つは刑罰法規の明確性という議論ですけども、その法律によってどのような行為が処罰されるのか、これを明確に定義しないといけない。ところがヘイトスピーチと呼ばれる分野というのは割と幅が広いので、その定義ができないんだというのが日本政府の見解なんですね。でただ世界百数十カ国で定義して適用してますので、それはまあ言い訳に過ぎないだろうと思いますけど、例えばあの侮辱罪にしたって、まあ、明確な、ね、規定があるかといえば曖昧としたものがですから、まあ、じゃあ侮辱罪というのはなければいいかという話になるのと一緒でね、やはりヘイトスピーチというのは何なのかということをある程度明らかにして、ひどいものはやはり規制していくということをやるというのがだんだんあの社会的な一般的な通念になりつつあるというふうに思うんですよ。だからあの先ほどおっしゃいましたけども、あの人種差別撤廃条約の第4条のところで、あの確かに A 項 B 項は留保してるんだけれども、でも差別の流布とか扇動とか暴力扇動とか差別的行動参加とか資金調達とか、まあ、そういうものは本当に多くの人たち傷つけてるわけですから、うん、まあ、そこのところはあの本当にあの留保していたって、政治家ならずともね、あこれはひどいなという了解はできると思うんですよね、うん、だからそこはあのやはり乗り越えていかなければいけないことで、うん、まあ、今度の多くの委員の人たちもどうしていつまであの A 項 B 項を留保してるんですかと、うん、日本国憲法と全くあの対立しないじゃないですかと、うん、そこのところも大事だというふうに思いましたけどね、うん、その結局今あのもう2つあの論点が出たと思うんですけど、今回ねその自民党がプロジェクトチーム、ヘイトスピーチ規制のプロジェクトチームを始めたり、そういうことでいろいろその法規制をすべきかどうかとか、そういうようなことに関してかなり議論が日本で起きているような感じがするんですけども、そこで法規制なんていらないよというふうな意見の、代表的なものとしてまず一つが既存の法律で対応できるじゃないかっていう、さっき有田さんがおっしゃってたこと、だからもう一つがその憲法21条表現の自由とぶつかるからできないんだと、いうような、この大まかに言ってこの二つだと思うんですね。でそれに対して、まあそのはっきり言うと、まあ、間違いだなと僕は思うんですけど、そのあたりもう少し詳しくあの前田さん解説していただけますか。どこがどう間違っているのか、はい、まあ、刑法で関連法規で使われてきたのは一つは名誉毀損罪と侮辱罪で、これはただし、被害者が個人特定されないと犯罪にならない、そういう形で日本では運用されてますので、民族差別であれば適用できないと日本政府は言ってきたわけですから、これは現行法では対処できないとなります。つまり民族差別は、その侮辱罪、名誉毀損罪で適用できないというふうに政府は言っているわけで、はい、裁判所もその通りにやってますじゃあ現行法でできるでしょと言ってる人は何でできると言ってるんだという、それは別途暴力行為が行われた場合ですね、まあ、京都朝鮮学校の事件がそうですけども、威力業務妨害罪や、はい、器物損壊罪を適用して解決できたじゃないかという主張の仕方をするわけです。そうすると、彼らが物を壊したりしてくれれば適用できる。そうすると物を壊さないとなると器物損壊罪は適用できない。そういうふうになりますし、また暴力行為をしたから処罰するのはそれは当たり前の話であって、その暴力行為に差別の動機あるいは差別発言が伴ってより悪質な差別が行われている。で、この出来事の本質を器物損壊罪で捉えることはできないわけですね。その意味では現行法では対処できない。だからあの撤廃委員会でビデオを流したその中の一つは、まあ、朝鮮大学に桜井誠たちが行ってですね、お前ら出てこいよと、
俺殺してやるぞと、はい、いうようなことを何度も何度も言ってるじゃないですか、はい、だけどその周りに警察官いるわけですよ、はい、だけどそんなことはさ現行法で何もしなかったしやらないわけですよ、はい、だから現行法では何もできないんですよ。で、さらに今前田さんからお話あったように大阪高裁の判決の中にもやっぱりあの民法709条損害賠償をどうするかっていう時だって、まあ、それはあの本当個人の場合は あの訴えればなんとか動くんだけれども集団の場合にはやはりあのそれは難しくて、大阪高裁の表現だと新たな立法なしで行うことはできないとそういうあの法律的な判断が出てるわけでね、うん、やはりあのヘイトスピーチの問題っていうのは新たな何らかの動きがなければ放置されたままで進んでいくんだと思いますけどね。そうですね。そのさっき その大阪高裁の判決その 京都の朝鮮学校の事件ですけど、はい、そこで裁判官がそのように現行法では対処できないって裁判官が言ってそれが判決になってますのであの簡単に現行法で対処できるじゃないかっていうそのなんか文化人っぽい人はあんまり簡単にそういうこと言わないようにした方がいいんじゃないかな今さ判決が高裁判決が出たばっかりですんで言うならそれなりにちゃんと調べてからあのこの法律 でどうですかみたいなふうに言わないとやっぱりあのいたずらにその議論を、長引かせるというか拡散するだけになると思いますので表現の自由の方言っていいですか、はい、あの表現の自由だからヘイトスピーチを規制できないこれは日本政府の立場ですし多くの憲法学者や弁護士もそう主張するわけです。で私これとんでもない間違いだと、主張してます。で私の考えは表現の自由を守るためにヘイトスピーチを処罰するこれが日本国憲法の正しい解釈であると。これ皆さんえっておっしゃるんだけどこれが正しい解釈です。でそもそも日本国憲法とは何なのかあの戦争への反省に基づいて憲法全文で平和主義9条で戦争放棄を掲げてます。それは国際的に見ると戦争の放棄だけではなくて、戦争犯罪あるいは侵略あるいは植民地支配そういうものへの反省の上に成り立って国際協調主義が憲法全文に掲げられているわけです。でこの日本国憲法の基本精神から考えると、真っ先に考えなきゃいけないのは、かつて何をしたのかそれは今どういう状況になっているのかなわけですね。でその上で、憲法12条に、憲法で保障する権利これには責任が伴うとはっきり書いてあるわけです。表現の自由には表現の責任が伴うと解釈するのが当然のことなんですね。憲法12条にはっきり書いてありますので。そして13条で人格権、まあ、あるいは人間の尊厳に相当する規定があります。他者のあるいは多民族のアイデンティティを否定するというのはまさに憲法13条に反しているわけです。そして憲法14条が法の下の平等を規定しています。ですからこの全文そして12条13条14条これに見合った解釈をするとなると当然ヘイトスピーチは規制するべきである、うん、まあ、処罰するべきであるとまでは言えないんだけども、うん、規制するべきであるということははっきり言えるわけです、うん、でところが憲法21条だけを持ち出してこれを全部ひっくり返すわけですね。で憲法21条を根拠に全文や12条13条14条をひっくり返すような解釈っていうのはやってはいけない。そういう解釈は誤りである。したがって表現の自由を守るためにヘイトスピーチを、処罰すべきだ、そういうふうに言えるでしょうし、さらにもう一つ言いたいのは一体誰の表現の自由なのか。ヘイトスピーチはマイノリティの表現の自由を潰すわけです。マジョリティの表現の自由しかも差別表現の自由これを唱えてるっていうのはこれ日本国憲法の精神に反する解釈ですね、まあ、その意味で、表現の自由が理由にはならないと私は考えています。そのやっぱりなんていうか表現の自由を金科玉条というかその表現の自由だからということで 何もかもその、ちょっとやめときましょうみたいな規制はどうかみたいな空気がやっぱりあると思うんですね。で例えばその表現の自由が重要であるということはもちろんその誰も反論しないと思いますし、そもそもその表現の自由がいかに重要かということもその戦争の反省から導き出されたあの重要な論点なわけで、ただそのさっき前田さんがおっしゃったようにその憲法の他の条文と、照らし合わせて考えた場合にその表現の自由だけを取り出して論じるのはおかしいということですよね。はい、うん、この点やっぱりその今さっきのその
既存の法律でできるんじゃないかっていうのと、もう一つその大きなものとして表現の自由がありますからできませんっていうようなことを、まあ、これは法学の先生でもそういうことで片付けちゃう人がかなり皆さんやっぱりいらっしゃいますよね。治安維持法への反省だっておっしゃるわけです、うんうん、それはそれでいいんだけど、うん、戦争宣伝や民族差別やったことの反省はどうするんですか、うん、そうやってあの戦争やってったわけです、うん、ですから両方の反省をしなきゃいけない。だからその表現の自由って言ったら、あのなんかそれで全部、答えたように思うのもやめていただきたいというふうに思います。だから思考停止なんですよ、ね、現場を知らないんですよ、うん、差別される人たちの痛みはわからないんですよ、うん、だからあの憲法論、表現の自由21条との関係で言えばね、うん、あの憲法学の大家である芦部信義さんだって、もうはっきり書いてるのは、表現の自由は絶対ではないって言うんですよ。その理由は今前田先生がずっと説明された通りなんですよね、はい、だからそこのところをきっちりつかまなきゃいけないし、さらにあの人種差別撤廃委員会の多くの委員の方々も日本国憲法と対立しないんだと、うん、あんなヘイトスピーチっていうのはあれ表現ではなくて暴力なんだ、差別の扇動なんだ、だから暴力なんですよ。で暴力を表現とか発言というふうに捉えちゃうからおかしいわけで、それを本当にナイフとして傷ついてるわけだから、傷つけてるわけですから、まあ、そこの理解ですよね、うん、これあのこれも覚えてください。芦部さんも表現の自由は絶対ではないと言っている、ここもポイントですので覚えてくださいね。あとね、そのもう少し例えばあのヘイトスピーチに関心があったり、そのカウンター行動をやってきたりとか、そういう若干そういういろんな、議論にこれまで参加してきた人の中にやっぱり結構警察に抑圧される側だったりすることもあって、この法律ヘイト規制を口実にマイノリティが抑圧される可能性があるじゃないかという懸念がやっぱり当然出てくると思うんですけども、で、まあ、それを例えば松田クレイジさんなんかはそういうことを理由に反対してますよね。でこの懸念について、例えばまあ人種差別撤廃委員会、この間 の委員会でもかなり何度もそのマイノリティ抑圧に使ってはいけないというふうなことは言われてますけども、このあたりの懸念については有田さんはどういうふうにお考えですか。それはあの今回の勧告に先立つ、先ほどちょっとがここにありますけども一般的勧告35、まあ、そこの中でもあのヘイトスピーチで規制しなければいけないのは何かと、非常に限定的に考えましょうということをもう委員会が去年から言ってるわけですよ。だからそれを例えば法規制するときに十分あのきっちりと位置づけていけば、そんなにあの拡大解釈はされてマイノリティの方々に、あるいはそこに寄り添う人たちに警察権力がですねやってくるようなものにはならない、まあ、そういうことを作るってことを前提で一致していけばいいわけだから、まあ、それはあのもう何度も何度も言ってますよね、はい、そうですね、まあ、法律の基本的な趣旨が、まあ、その国社会における差別の構造をどう認識してどういう条文を作るのかということを明らかにしているかどうかという問題なんですね。だから国によって法律の作り方は違うんですけども、はっきりしない条文作ってる国もあるし、マイノリティ保護ってことを明記してる法律もあるんですね、うん、ただ明記してなくても認識としてやはりこれはマイノリティ保護のためであると、うんうん、そういう共通理解があるから、まあ、誤った適用がされてない、うん、ですから逆に言うとそういう共通認識を作って法律を作り、なおかつまあ、今まさにやっているカウンター勢力は今度はその法律の適用状況を監視する、まあ、我々が法律の適用状況を監視して、警察に不当な、適用をさせない、それが必要になってきますね。それは今とそんなに変わらない話だと思います。これはでも例えば世界でこれまでそのヘイト規制とかね、はい、そういう差別禁止法的なものがマイノリティに適用されちゃって、という事例は、まあ、ありますよね。マイノリティということにも、例えばアメリカはヘイトスピーチ法はないんですけど、うん、議論として白人に対するヘイトクライムがあるかという議論はよくやるんです、うん、はい、で白人の学者がやっぱり白人に対するヘイトクライムだと主張するんですが、うん、議論の全体の傾向としてはいやそれはないという形になります、うんうん、もちろん黒人が白人に暴力振るったりというのはあるんですけど、それは暴行罪、それをヘイトクライムとは呼ばないという考え方が強いんですね、うん、
でただやはりヨーロッパでもそうですが、いろんな民族構成がありますので、誰がマイノリティであるのかというその認識が結構難しい場合もあります。例えば、まあ、太平洋にあるフィジーという国は、もともとのメラネシア系の人たちが 50% で、インドから連れてこられた人たちが 50% でほぼ社会で拮抗してるんですね、うん、その国でマイノリティとは何かというのは非常にややこしくなります。で、まあ、そこまで極端じゃなくても国によってそれぞれややこしいことは間違いないんです。ですから日本においてどういう法律を作って適用するかというときに、この日本におけるマイノリティとは誰なのか、マジョリティとは誰なのか、これをきちんと議論して、コンセンサスを作る必要があります。うん、そのあたり有田さんはどうですか。うん、今その法案を作ってらっしゃると思うんですけども、うん、そのあたりは結構難しいんじゃないですか。まあ前田さんが、まあ、日本の中で一番詳しくこれまで調査をされてきたように、まあ、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムに対する対応っていうのは世界中で見れば日本がもう国際人権基準から最も遅れてる一つの国であって、もう世界で100を超えた国で、まあ、そういう試みがもう何十年前から行われていて、まあ、例えばトルコなんかでちょっと一時期行き過ぎたことがあったりしたんだけれども、そうするとやはり社会の揺り返しみたいなものでこれはいけないよということで、よりいい法律に変わっていくというようなことは当然あるわけですよね。ただもう何十年にもわたってヘイトスピーチに対応する世界中の努力があった上での、じゃあ日本でこれからどうするかということですから、まあ、当然国会での議論でも、あるいはそれを見てらっしゃる皆さん方の議論でも、やはりこれは危ないぞというようなことは当然日本のそれこそ表現の自由、言論の自由の中でこんなものを許せないということは当然出てくると思うんですよね。で我々はそんなものを作るはずがないし、で自民党だって、まあ、今何考えてらっしゃるかわからないけれども、本当に国民が反対するようなものを作らせませんから、だからそこら辺は皆さん方のご意見も含めて、マイノリティあるいはそれを支えるような人たちに突き刺さるような法律なんてのは初めから作る気ありませんからね、まあ、そこはこれから人種差別撤廃基本法、まあ、仮称ですけれども、まあ、それは形になった時にはもう当然世間にこれでやっていきたいと思うということを出すんで、まあ、そこで厳しいチェックっていうのをやっていただいて、それで今の社会状況、政治状況ですから、まあ、安倍首相でさえもですね、ヘイトスピーチはダメだと、まあ、どこまで本気かっていうのは別にしてですね、おっしゃるわけだから、だからそれをやはり与野党を通じて、ヘイトスピーチはいけないんだというものを形にしなければいけないと思ってるんですよ。人種差別撤廃基本法を求める議員連盟っていうのは、まあ、今年の4月にできましたけれども、まあ、民主党だけじゃなくて、野党、与党、まあ、公明党も入ってくださってますから、まあ、公明党の幹事長などはこの間の記者会見の中ではヘイトスピーチ規制やらなければいけないという立場ですからね。だけどそれが本当に悪用されないものに、これからみんなで作っていけばいいんですよ。まあ、それはそこはそれこそみんなを信用して、まあ、きっちりした、まあ、特定秘密保護法を作るわけじゃないんだから、まあ、あんなとんでもないものはけしからんですけれども、我々が作るのはやはり現場から積み重なって、法律が必要だということで今来てるわけですから、まあ、そこは我々皆さんも含めて努力でいいものを作んなきゃいけないと思ってますけどね。まあね、高市さんがあまりにめちゃくちゃだったためにみんながその青ざめたっていうような状況がこの間ありましたけど、なんかそれは、さっき噂によるとなんかもう撤回したとかしないとか、なんかそういう話が出てたんですよね。これどこまで言っていいのか全部言いましょう。まあ、これから自民党とも協議していかなきゃいけないからなんだけど、だけど事実として言わなければいけないのは、あの時テレビでも報道されたじゃないですか。平沢克也さんが座長ですから、はい、マイク持って喋ってて、それをテレビだけで見ると、映像で見るとね、そこにずらーっと高市早苗さんとか自民党の政調の方が並んでらして、すごい会議かなと思うじゃないですか。だけど一般の議員たちはこっちにいるわけですよ。だけど初めにいたのは数人ですよ。だからせいぜい全体で入れ替わり立ち替わりして、10人
議員の方々がいらしたかどうかという、だから自民党もそこからの出発なんですよ。でましてやヘイトスピーチとは何かと、悪口いけないよっていう水準の人もいるわけでね、だからそこから進んでいくわけで、だけど国会全体で見れば、まだまだ弱い力ないものかもわからないけれども、去年の初めから多くの国会議員含めて、世論の方々、 NGO の方々、それこそ当時の芝木隊も含めてですね、いろんな議論してきたわけじゃないですか、話し合いを。だからその積み重ねとして今人種差別撤廃基本法、理念法、ガイドラインというのを法律にしようじゃないかというところまでようやく来てるんで、そこも自民党の方々だってちゃんと分かる人たちってのはいっぱいいますからね、その人たちと合意をして進んでいこうとは思ってますけどね。はい、これで、今回ね、国連の勧告をネタに、その人種差別、ヘイトスピーチ規制法というものが、どういうふうなものであるべきかということと、それに対する懸念とかそういう議論がもうすでに巻き起こってますので、それに関して、3つほど、重要な論点が出たと思います。1つはその規制の法律でできるというのはできないですよと、大阪高等裁判所の裁判官が判決に書いてますよということ、これが一つ。それから表現の自由云々で全部スパッと切れないよということを芦部さんも言ってますみたいな、これが大事なこと二つですね。偉い人たちがそういうふうに言ってますので気をつけてくださいね。それからマイノリティ抑圧に使われるんじゃないかということに対する懸念には、もちろんこれは世界のいろんなこれまでの、歴史、日本はずっとこれ放置してきたので、いろんな世界の人々がその代わりにいろいろ逆試行錯誤をやってくださった数十年にわたるその蓄積というものがありますので、そういうものを参照しながら作っていくしかないんじゃないのかなと。この何もせず、表現の自由だから何もせずに放置しておきましょうという選択肢はなんかやっぱりないような気がするんですよね。だからこれはいろいろ細かい点に反対であったり懸念であったりというのもどんどん言うべきであり、その議論をどんどん戦わすべきだと思うんですけども、一応基本的なところで、今出てるような懸念論というのは割と、こういう言い方あれですけど周回遅れというかですね、もう終わった話ばっかりなので、もう少し先へ進んでいった方がいいんじゃないかなと、そういう感じですよね。今との関連でいうと、委員会が、日本には今回行ってませんけど、いくつかの国に出す中で、例えば マイノリティの警察官を採用せよとか、あるいは法律家、放送にマイノリティが進出できるようにせよとか、そういうのが結構入ってるんですね。で、日本はそういう部分はマジョリティである日本人というよりも大和民族日本人この人たちが全部全て選挙してるわけです、メディアも含めて。そういう状況をどう変えていくのかっていうのは、これ単にこのヘイトスピーチの問題だけじゃなくて、それこそ最初に出たアイヌ民族や琉球沖縄の人たちや、さまざまな人々の権利ということを考えたときに、やはり我々が取り組まなきゃいけない課題だろうと思いますね。例えばちょっとさ駆け足になりますけど、その箇条書きのうち残りその多分公人及び政治家に対する、制裁をちゃんとやりましょうっていうのは、これはそれこそ2001年のね、韓国から出てるような石原慎太郎なんとかしろよみたいな話に直接つながってくるかと思うんですけど、やっぱ日本はその公人が平気で率先してヘイトスピーチをやっちゃうっていうような、さっき前田さんがおっしゃってましたけど、スイスだとそういうのね、すぐにその公人は率先して打ち消す方向でちゃんと発言するんだと。この間もね、国会議員もそうですし、地方議員のレベルになるとすごいめちゃくちゃな人がたくさんいるじゃないですか。だからそういうものに対してもきちんと、その例えば、表現の自由云々が気になるんであれば、最低限その公人のヘイトスピーチを抑制するための方策っていうのを考えないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけども、これがその D ですね。それから E に関しては、今前田さんがおっしゃったような、啓蒙ですね。この啓蒙という啓発ですね。今回日本政府がジュネーブで
なんか四苦八苦しながら回答してる時に啓発活動をやってますからとか言っててみんながどこでやねんとか言ってすっごい突っ込んでたんですけど、いや毎回言うんですね。まあいわゆる国際人権週間12月の上旬に、まあ、それなりのキャンペーンを日本政府としてはやってると言うんですが、例えば法務省の人権擁護局がポスター作るんですね。で駅によく貼ってます、人権を大切に、それしか書いてないまあ、それをいくら言ってもダメですよね。そうなんですよね。だから人権を大切に言われたらはいって言うけど、別にそのイメージが湧かないですよね。だから、まあ、今回そのいろんなその人権侵害とか民族問題とかそういう、まあレーシャルプログラムの中でヘイトスピーチということにその焦点を当てて、あの今回の今日の番組もあの進行してきましたけど、まあ、他にもいろいろあるわけですよね。そのマイノリティに対する抑圧っていうのは、だからまあそれぞれに関してやっぱり具体的な事例をどうすべきかみたいなことをやっぱり考えていかないといけないんじゃないかなと。だから人権を守りましょう、表現の自由が大事ですっていう、そういう大きな大枠のことって結局何かを言ってるようで何も言ってないに等しいみたいな感じになっちゃうので、そういう意味で言うとそのヘイトスピーチという言葉がこれだけその焦点になるっていうのは、一つ具体的なヘイトスピーチっていうのを聞くと、最近はね、なんかあのデモとかやってても道を歩いてるおばちゃんとかがね、あのヘイトスピーチじゃああかんやつでしょみたいな感じの認識には、子供とかもね、あのヘイトスピーチってあかんってテレビで見たみたいな、そういうような認識にはなってるようなので、まあそういう意味では、教育や文化、そういう情報をどんどんその出していくと、これはまあ政府に対する、勧告ですけども、もちろん政府だけじゃなくて民間の人もやった方がいいですよね、そういうところはね、はい、まあ、メディアや、まあ、知識人と称される人々の責任ですよね。そうですね。だからまあメディアがその表現の自由があるから規制法はちょっとどうかと思うみたいなことを言う人がメディアの中に結構多いんですけど、だったらそのカウンタースピーチをね、あの対抗言論をそのメディアはどれぐらいやってきたんだということを、僕はもう去年からずっといろんな新聞記者に会うたびにいちいちあの噛みついて嫌がられたりとかしてますけどあの議論が必要とか対抗言論で何とかなるっていうなら、まずあのメディアがやれよと、いうようなことも言いたいと思います。今日はちょっともう時間が あんまりないので、有田さんはジュネーブの帰りなんか旅行行かれてましたよね。旅行行ったというか旅行行きました。ジュネーブ行ったもんですから、もう一度アウシュビッツ行かなきゃいけないと思って、まあ、2回目なんですけどね、はい、まあ、ポーランドのクラクフから、まあ、車で1時間半ぐらいでアウシュビッツなんですけども、そこに行く前にクラクフの市内にシンドラー博物館ってあるんですよ、はい、でシンドラーリストの博物館なんですが、実はシンドラーさんについての業績が展示されてるのかなと思ったら、これはもう戦争博物館なんですよ実際は、まあ、つまりナチスドイツが1939年9月だったかポーランドを占領してきてですね、まあ、それからの戦いの歴史なんですよね、レジスタンス含めて。でそこをずっと歩いてて僕はびっくりしたのはですね、ちょっとこれ映りますかね、これ当時のポスターなんですよ。これはですねナチスが作ったんだけれども、何が書いてあるかっていうと、ユダヤ人はシラミだって言うんですよ。つまりですね、今の日本の状況と、まあ、対象は違うにしても同じことじゃないですか。でこれをやってユダヤ人に対する差別を続けながらですね、同時にこれもびっくりしたんだけど、当時、まあ、今でも市電が走ってますけれども、市電にユダヤ人お断りっていう表示が出るんですよ。で綺麗な公園がいっぱいありますよ。でそこの公園の入り口にもユダヤ人お断りなんですよ。でこれだって日本と一緒じゃないですか、まあ、在特会も含めてですけれども、差別状況っていうことで言えば、でそういう、こうドイツナチズムのポーランドに対するヘイトスピーチ、ユダヤ人に対するヘイトスピーチから始まって、うん、結局はアウシュビッツに行ったわけでしょ、うん、だからそういう問題として捉えなきゃいけないと思うんですよ、うん、でそれをね、前回ポーランドアウシュビッツ行った時は僕は感じなかったけれども、今回たまたまヘイトスピーチ問題に少し関わるようになって、やはりヘイトスピーチ問題っていうのは初めきっちり
ちりと出発点で対応しておかないと、この日本社会がもう一度おかしなところにずるずると引っ張り込まれるぞと、そういう問題として考えなきゃいけないというふうに、まあ、痛感しました。だから、ただ旅行したわけじゃないですね。はい、今日のですね、今日放送で、お話ししたようなこと、明日、詳しい報告会があるんですよね。はい、明日の12時半から、これは誰でも参加できるものなんですかね。事前登録制ですね。じゃあ、一般の方は参加できないかもしれないですけども、人種差別撤廃 NGO ネットワーク、ERD ネット主催の報告会が明日参議院会館の1階101号室であります。でこれに有田さんも前田さんもご出席されると、はい、いうことですよね。でこれはなんか生中継はできないそうなんで、乗り越えネットで録画してそれを、夕方以降ですいいんですかね、夕方以降に、放送するそうです。でその、まあ、時間とか、そういうのはツイッターで、まだ決まってなくてツイッターで告知ということなので、ちょっと乗り越えネットのツイッターなんかをチェックしておいてください。まあ今日なんか時間が、まあ、1時間しかないし、非常に簡単な、解説になっちゃったんですけど、明日のその報告会では、もう少し詳細にわたって、報告ヘイトスピーチ以外のことも含めて、そうですね、全体のことについての報告会ですよね。だからヘイトスピーチだけではなくて、前田さんもおっしゃいましたけど、アイヌ民族から沖縄の問題から、それから移住者の問題とかですね、それで非常に委員からの何度も何度も強調されたとは、やはり朝鮮学校に対する無償化、あれはやらないというのは差別じゃないかと、やはり国際的に見ればそう見えるんですよね。だからそれに対して日本政府がなんかわけのわかんない説明してましたけれども、やはりそういう問題も明日きっちりと説明があると思いますので、やはりヘイトスピーチ問題だけではなく、日本社会には差別がいまだいっぱいあるということを、あれもっともっと知らなければいけないというふうに思いましたね。はい、分かりました。なんか質問的なこと来てますか？はい、みんなさんは怖かったの？みんなじゃあもう分かりましたね。むやみに表現の自由がどうのとかまず言わないってことと、規制の法律でできるじゃないか、じゃあ何の法律だよって、そこまで考えて、いろいろ反論をしましょうということです。今日はじゃあここで、放送の方は、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。お忙しい中どうもありがとうございました、はい。来週の乗り越えネット TV は、金曜日です。9月5日、これ特別生放送で、リーシネさんが登場します。大阪のリーシネさんのライターの方ですけれども、在特会会長の桜井誠と、保守速報を、民事で提訴した、その件について、リーシネさんと乗り越えネット共同代表の北原みのりさんが対談をします。それからその次の月曜日、9月8日は、同じく北原みのりさんが、吉見裁判についてヤンチンジャさんと話します。これ、金曜日と月曜日、2本ともぜひご覧いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、じゃあ今日は